対決サクサクセス実況77回目の今回戦う選手は台湾の打率4割男ワンボーロンと対決だい。今画面に映ってるのは同じパープロユーザーが再現して作ったワンボーロンということになります。こちら日本球界を基準に作られているのではなくてワンが、台湾のリーグで残した成績を基準に作られているためミートも S の90また金徳のアンダ製造機に旧入魂だったり持っててめちゃくちゃ強い。まあでも納得ですけどね。残してきた成績見てくださいよ。2016年は打率4割1分4厘を記録し、2017年も4割0分7厘というかなりの打率を残してますからね。こんな打率現実で見たことあるないよね。でも現実にあるの。素晴らしい選手ですから、これだけの能力の高さも納得です。このワンボーロン、まあご存知の方も多いと思いますが、今オフスティングで日ハムに入団が決定しましたね。4年契約ですので来季から4年間このワンボーロンを日本球界で見れるというね。いや非常に楽しみですね。今季 FA とかでいろいろと選手がね移籍しましたけども、それ以上に楽しみなのがこのワンボーロンが日本球界にやってきて、さあ果たしてどういう成績を残すのか。台湾と日本球界もちろんリーグのレベルの違いもあるからね、同じパフォーマンスができるかって言ったらかなり難しいと思いますけども、ただやっぱ持ってる力、ポテンシャルっていうのはこのワンボーロンすごい選手ですからね。まあ来季始まるまでまだかなりの時間がありますけどね、ぜひ皆さんも今後この選手に注目してプロ野球を見てみてはいかがでしょうか。今回はそんな打率4割男に挑むわけですから、テーマはやっぱミート、打率の部分での対決になりますので、ワンボーロン以上に打率を残せる選手っていうのを今回必ずや作りやっしょ。作る選手の球団設定はワンがねこれから所属する日本ハムで作るのが正解でしょう。持ち込みアイテム、まず前提としたミート強化カード、最も必要なカードですね。そしてもう一枚はね、どうしようかな、ヒーリングカードですね。体力を多く残しておきたいので、この2枚を持ち込み作りやしょう。レッツ対決サクサクセスステージ111やっていこう。初期能力はこんな感じで、ステージ1では選手は1人、青パネルミートパネルが結構ちらほらありますね。よし気合が入る。ここ最近作る選手のレベルが確実に低いこと、それは何よりも俺が気づいてますからね。今回はやばいやつ作るよ。ワンボーロンを超える日本球界初となる4割打者をね。いや気合が入ってます。まあその気合が空回りしてクソみたいな選手ができることっていうのはピーマンのテンプレなんですけどね。大丈夫、今回はそうならないから。でペナントで満載は DH を予定しておりますので、もう守備能力はいらないですね。必要なのはまあ打力、まあ、走力もあった方がレッツは残せたりしますから、まあ、そういう部分のみ求めてやっていくのが正解ですから、ミートパネルを多く振っていきましょう。やっぱね金徳このサクサクセスで取れない分ですね、単純なまずミート力では1以上の選手っていうのを作らないことには1以上の打率にはできないからね。1の打率、ミート力は90ですから、それを超えるマックスの100、そこをまず目指していこう。まあそれプラスね取れる金徳って、金徳はないにしても特殊能力はアベレージヒッターとかもありますから、まあそういうとこ取っていったりね、まあ、やるべきことはたくさんあるよ。幽霊何かくれ、俺を癒してくれ。幽霊に癒しを求め出してるよおかしいだろ。おーパワーヒッター、おーマイガー、いいねいいね、それいいね。いやいいものがついたぞ。ちょっとワンと目指すべき場所が違う選手になったかな。いや別に目指すべき場所は同じですよ、変わらんよ。ワンもかなりパンチ力ある選手ですからね、打率だけピックアップされますけど本塁打とかも打ってますから。またね有名なのが WBC の2017年の壮行試合でね、則本から一撃を放ってるという、そのパンチ力も魅力的な選手なのでね、この特殊能力がつくことっていうのは何にも間違いではないですね。ただこれがメインになってはならない、それ以外のものも求められるぞ。このステージには宝箱、ガールがミートパネル、もちろんほらありますね。 OKOK、ヒーリングカードも働いてくれてるんでね、助かるわー。イエイ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 。いやいいぞいいぞ、順調すぎて怖いくらいにいいぞいいぞ、楽しいぞ、ずっと楽しみてるぞこのステージ。パワー超人ね、よしパワーもアップ。いいね、パワーとミーターもどっちともいい以上にはできてますから、まあ全然まだまだ低いですけどね。でまずはそこのおにぎりパネルを組んで、二のみの回復少ないな。赤パネルが消滅、逆に青に輝き出したらより良かったけどね。ほんでゴール周辺のやたらとあるハテナパネル、いや組んでいきましょう。俺らは今運にね恵まれている、だから踏んでも悪いことは起こらない、言っただろ。無地パネルが輝き出す、おいえいえ、いろいろね、楽しくね、やりますね、まだまだね。 OK、ミートパネルも出てきましたからね、まだ全部踏むよ。
み足りないよ。でもどうしようかな、まあ、次のこともあるしね。おい、でもパワー強化カード、おいおいおい、なんかパワーを上げさそうとよくしてくるね。メインテーマパワーになってんじゃねえかこれ。どうしよう、まだパネルは残ってるが、もうね、体力温存して次進むが正解です。ずっとここにいるわけにはいかない、巣立っていきましょう。ステージ4、ここからが本番だ。さあどうだ、楽しくプレイできるか。この先もまずはミートパネルが並んでるんで、それを踏むこと。でシャッフルパネルも踏んだ方が良さげですね。これ下に行くためにはマイナスおにぎりパネルがあって通れないわ。まあ、近くにあるんで踏んでいこう。邪魔者がやってきたぞ、こっち来んなよ頼むから。いやこれまずいですね、このまま行けばカレンにロックオンっていうことになりそうなんで、うまくカレンにロックオンされないようにしつつ、宝箱取りつつ先に進めるか。いやでもカレンがこれ、このまま上上がってきたらロックオンですからね。もう勘弁してくれよ、一回シャックル踏むわ、いる位置が悪すぎる。守備力強化カード、カレン吹っ飛ばしカードがあればね、こんなビビることもないんですけどね。ただないからビビってる。なんでお前そんなとこおんねんっていうね。うわ邪魔でしゃあねえな。うわほんでこれまたおにぎりパネルあそこにあるじゃないですか。いかんいかん、これもう一回シャックルパネル踏まないとばらけろいい感じで。いや宝箱は上に出てきたかと同時に、やっぱカレンがゴール周辺に出てくるんだよね。ちょっと野球マンの力も借りていきたいなこの場合ね。配球に気分が悪くなる、あの野球マンヘルプミー助けて。よしよしよし回復 OKOK。で出てきて野球マン頼むよ、総力超人で。足もある選手になってはいってるが、問題はまずゴールにたどり着けるかかどうかね。よし体力が超回復 OKOKOK。 体力に関しても何にも問題はないですね。あとはあいつがこっちを来ないことを祈って。ただプレイヤーがゴールの方を近づこうとすればするほど、あいつもなんか寄ってくるよね、磁石のようにひっついてくる。えい、でここで野球マン登場、遅いがまあいいでしょう。場所にもよるけどね、どこだ、あこれ上じゃないですか、ちょうど頭上だ P1 のね。ですからこのまま下に下ってきてくれるのであれば会えるよね。はいオッケー。野球マン2号、中身は可愛い可愛い水木ちゃんだよ、逃がさないよ今回はね。よしミートも A 到達、しかし足りない部分が多すぎる、上げればキリがない。だからもっと得よう、いろんなものをね。そこにいる選手にも会いたいけどもね、離れていくかスローか、まあ大した特殊能力も持ってないと思うしね。これはあでも体力まだありますから、ちょっと鶴岡に会えるんなら会っていきたいけどね。こっち来い、よし。そこからなんで逃げたん、もう余計な体力使うわ。ほんでこれヒーリングカードで働いて、10どうだ、あーまあいいかこれで。はい次行きましょう。さあ最終ステージ、上げるべき部分はやっぱパンチ力を求めるためにパワープラスやっぱミートももう1段階もう2段階くらい上げていかないとね、まだまだ足りない部分はありますよ。ステージ5、悔いのないように。特化パネルがないので、まあ今いるあるミートパネルでやっていくしかないね。まあ宝箱もありますし、選手もおるわけですから。何ミートさんに満塁男、いやミートさんあげてくれたことは助かる。でもパワーが下がる、勘弁してくれ、下げんな俺のパワー、大事な源や。でこの邪魔者が来たぞ、こいつはもう避けて通れないというか、もうむしろこっちがはめていかないとね、処理していかないと。もう野球マンはいないんだからね、自力で解決しましょう。うわこれ絶対こっち来るよねこいつ。もう何がしたいんや、もう一回シャックル踏まないとダメなんか。踏みましょう、どっか行ってくれ、宝箱近くに。カレンが来た、ここだと危ないぞ、この角度だと変に動けんな、どっち来るにしたって。えこいつどっち来ようとしてんの。とりあえず俺は上行く。無地パネル側を角輝き出す、だから最悪嘆きたい、いろいろボロクソに言いたい、でも我慢する。ここはねどっか行けよお前、あーいいですね、これだと彼回避できるわ。よーし逆に無地が青く輝き始めた、いや赤が青く輝き始める展開を求めていたんだが、まあそれはいいでしょう今はね。宝箱をまず取るもの、中身はよし、パワー超人でね、パワー燃えた。うんまあ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 、まだワンボーロンには届かないにしても、まあいいでしょういいでしょう。どうしようかな、いや難しいところだな。シャックル踏めば変に赤パネルに囲まれるケースもありますから、今のまんまの方がいいのかもしれない。ゴール周辺にわりかし青パネルとかミートパネルも固まってくれてるしね。ただ踏まずに行かなかったらカレンがこっち来るケースもあるから、そういうとこも面倒。まあ体力はありますから、たとえ1回ぶっ飛ばされてもまだゴールにはいけるとは思うんですけどもね。はい、青が赤く輝き出したらもう何もすることないよねって感じ。はいちゃんちゃんちゃん、最後待っていたのはこんな展開。
もうゴール行くしかないですよ。うわ、パワーも下がるね。ソルクも下がりますね。これで終わりですか。いや、もっと強くしたかった。一回シャクルじゃないハテナパネル踏んでみましょう。体力回復、それ求めてないよ。いや、もしかしたら赤を全部青に変えることも可能ですからね。まだ少ない可能性を信じてやる時間だ。あ、それどころかテンション下がるわ。あ、そう。いや、まだハテナパネルは残ってるからね。一回シャックル踏んで、なるべく赤は避けたいので、近くに来るハテナパネルを踏んでやっていきたいんですけど、みんな赤に囲まれる。ハテナは都合悪くカレンと一緒にね、橋の方に行くというね。え、もう何もやるべきことは残ってません。これで終了でございます。ほんと悔いしかありません。これからペナントでマッサイの起用法は日ハムに加えて打順3番 DH 起用でやっていきます。そしてワンだけじゃなくてですね、この近藤も2番起用で使っていきたいと思いますのでね。この近藤といえば2017年に規定打席は未到達ながら4割を記録し、出塁率もえげつないシーズンがありましたよね。今日本の4割男って言ったらこの近藤のことを指しますので、まあ、この近藤とワンペナントで回すとどっちの方が高い打率を残してきて、なんならどっちとも4割を残してくるんじゃないかなという期待すらもできますから、この2人の成績にも注目ですね。まずは僕の作った選手からペナントで回していきましょう。ちなみに日本のシーズン打率ランキングはこのようになってます。1位はバースの3割8分9厘ですね。あの全盛期のイチローですら破られなかった記録ですからね。破れなかった記録なので、まあ、これ以上の打率を日本球界で叩き出すことっていうのはかなり難しく、まあ、この記録というのはタッチャブルレコードって言われてますよ。まあこの上がいない分ね、日本では打率4割を記録した選手っていうのもまた過去今含めてもいないわけだ。僕の選手にはまあ打率4割も期待したいですけども、それ以外の部分でも光り輝くそんな成績を残してくれたまえ。僕の作った選手、1年のシーズン開幕試合。僕の選手の1年のシーズンが終了しました。気になるのはいろんな部分があるけども、果たしてどんな打率を残したのか見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。うわっ、しょぼーい。3割2分6厘、まあいつもならほんと踊った踊りまくる俺がいるんですけどね、服脱いでね、チャンチャラチャンチャンチャンチャチャンチャンって踊りまくるんですけど、今回4割求めて蓋開けたらこれ入ってたからね、そらこんなリアクションにもなるでしょう、テンションも下がるでしょう、当たり前じゃん。まあでも143試合出てのこの打率ですから、そこは評価してもいいと思いますけどもね。そこはその点だけはね。まあそれ以外の部分見ていきましょう。打数は596打数の194安打、2塁打36本、3塁打2本、そして気になる本塁打何本、21本。まあパワーヒッター持ってるとはいえど、パワーの能力はまあ純粋にちょっとねなかったり、また弾道もね単純に低かったりしますから、そういう部分が影響してかな。まあでも21本は打ってますから、この札幌ドームでこの数っていうのはかなりすごい数字ですよ。で、塁打数は297塁打で、打点は104打点、得点圏打率は3割4分3厘で、得点108得点、三振が59個で、三振率は1割を下回ってますからね、かなりのバッティングコントロールと言ってもいいでしょう。まあ、とにかくバットに当てることに関しては一流、超一流だね。この三振率を見る限り少ないですからね。ちょっと2回3回と回してみたらまた違った結果が生まれたかもしれない、打率の部分にね。フォアボールは54個で、デッドボールは3つ、併殺が9で、盗塁は2個、で西川は50個で成功率がこれですからね。欲しいな、その西川くんの足よこしてくれない。足だけじゃない、全部欲しいわ。ルックスもイケメンでずるいぞ、同じ人間とは思えねえけどね。まあそこ投げても仕方がないでしょうね。連続出塁が36試合と多いですね。で、対左から3割3分8厘、対右は3割2分2厘と、まあ、どちらからもまんべんなく打ってて、出塁率は3割8分3厘、長打率4割9分8厘で、OPS は8割8分1厘と、まあいい成績と言ってもいいんですが、やはり物足りなさもどこか、まあ総合的な OPS から、そして打率から感じてしまいますよね。ちなみに近藤は打率3割下回っての2割9分5厘ですからね。ホームランは8本、打点は68打点で、OPS では7割3分9と、おい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 、去年のあの率は何だったの、これじゃ格変扱いされますよ。
いやちょっとこの近藤にも期待したんですが、僕の選手にしろ近藤にしろ打率4割を残すことっていうのはできませんでした。そらね、あの一郎ですらできなかったことなんで近藤と俺の選手にできると思いますね。格が違いますよ。そんなねポットでの選手ができるほど甘くないということでございますから、まあ、そう考えたらこの率この成績でも万歳万歳と喜ばなきゃダメなのかもしれないね。年間表彰式ベストナインから IDH 部門で僕の選手が受賞ということになりましたね。あ、ほんで見てよ、秋山西川上林と珍しい外野のベストナインに柳田の名前がないというね、これ前代未聞というか天命中が起きるくらいね、かなり珍しいことですよ。そして個人タイトル首位打者は秋山翔吾、日本にはこれがいますからね。僕の選手以上の打率だったってことかな。それ以外にもタイトル取られてますから、ちょっと秋山の成績見ていきましょう。秋山が3割4分2厘を残しての首位打者、僕の選手はリーグ2番目ですね。3割2分6厘だから秋山さえいなければいけたんですけども、秋山は現実にいる。安打製造機以上の成績を残すことができずに僕の選手は首位打者を取ることができなかったわけですね。ちなみにセリーグの首位打者は3割3分9厘の坂本勇人、これで遊撃手ですから、そう考えたら恐ろしいし、てかセパ含めて3割打者何人おんねんこれね。まずセリーグが3割を残してる選手が15人ですね。ほんでパリーグでは3割を残してる選手が9人ですか、足して24人、おかしくね、両リーグ3割打者24人、かなり妥当なことが伺えますよね。まあこれが今作のパワープロ2018ですから、その中で僕の選手もやっぱもっともっともっと高く行ってほしかったんですけど、まあこれがパワーヒッターではなくアベレージヒッターってなったらもっと違ってた結果が生まれてたかもしれないが、まあ出た成績がこれですから受け入れて終わり。次は対戦相手の打率4割男ワンボーロンをペナントで回していきましょう。この能力の高さですからね、予想できないことはいっぱいあるけども、一つ確かなことはかなり高い打率を残してくることは間違いないでしょう。まあ、先ほども言った通り日本ではまだ打率4割というのは一人も到達してない領域なんですけど、このワンボーロンは台湾で残してきた成績のように日本球界でも打率4割を記録することはできるのかどうか注目して見ていきましょう。ワンボーロン1年のシーズン開幕 J。 ワンボーロン日本球界での1年のシーズンが終了しました。ふう、果たして台湾の打率4割男は日本球界でも同じく4割を記録することはできたのか見ていこう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ、打率は3割6分高いは高い、いやめちゃくちゃ高い。本来ならばこれも踊り歌い騒ぎ、もういろんなことやってる。でも4割を期待したからね、その中蓋開けたらこれだ。いやでも高いわやっぱ、うん、すごいね。3割6分というかなりの高打率を残してきました。日本の4割男近藤とはこれだけの差が生まれてますからね。3割1分4厘と3割6分本来台湾から来た選手よりこっちにいる選手の方が高い打率にならなきゃおかしいんですけどね。本来はリーグのレベルの違いもあるからね。ただそのレベルがありながらもこの率を残してくる、まああくまでもこれはシミュレーションゲームですからね、うん、これがリアルに反映されるかどうかは知らんけども。で試合は142試合フル出場ではないにしても1試合欠場でのこれですからね。これクロマティみたいにさ4割途中乗ってた可能性あるよね。上げ、まあ、最終的に上げて3割6分したか、それともね、まあ、やっぱ4割から落としてこの率になったかどうかは分かりませんけど、ちょっと規定打席到達時の打率っていうのは気になりますが、もうペナント回しちゃったんでそこは見れませんね。で、564打数の軽く200安打超えての203安打。二塁打も47本と多く、三塁打1本。そして本塁打何本 ?30 本というね、わおわおわお。台湾で残してきた成績と全然変化がないですね。4割下回ってるっていうくらいだよ。塁打数では342塁打、打点も104打点と多く、得点圏打率は2割9分2厘、得点120得点、三振65個でやっぱ三振も少ないですね。これだけの率残せる選手というのは当然ながらね。フォアボールも84個と選びまくり。
併殺14と多いけどね、まあこれだけの率成績ならば気にならんでしょう。盗塁は2、まあ盗塁はそんな得意じゃないのかな、あまりしてない上に成功率も低いですね。で連続安打22試合で連続出塁は45試合連続出塁、猛打賞も19回と多く、対左には3割6分9厘、対右には3割5分7厘で出塁率は4割4分3厘、長打率6割0分6厘で OPS 10割4分9厘という、はい、お見事、素晴らしい成績を残してきてのフィニッシュということになりましたね。札幌ドームというね、打定な球場を本拠地にしておいてのこれですからね。じゃあ打高な球場でやってたらどうなったのって、ね、気になりますよね。ほんとそれこそ4割を実現することができたと思うし、やっぱ本塁打とかももっと伸びると思うんだよね。はぁ、やばすぎるとしか言いようがない。本当にやばいものを見たとき俺やばいとしか言えなくなるピュアな男ですからね。何にも、なんか、比喩表現することなくシンプルに言いましょう。これはやばい。ワンの年間表彰式です。まあこの成績ですからね、ほんといろんなものかっさらって帰るんじゃないですか。そのまま海渡ってメジャーリーグ行きそうな感じしますけどね、やばすぎて。まずはベストナインから、はい、 DH 部門で見事受賞ですね。そして個人タイトル、シーズン MVP は柳田悠岐。あの成績ですからワンにワンチャンあるかなと思ったんですけど、それはなく。そして首位打者はやはり見事な受賞ということになりましたね。その他最多安打に最高出塁率と、まあ取れるものは取ったって感じでしょうかね。さあこれで僕の選手ワンの1年のシーズンが終了しました。今からペナントで叩き出した成績を見比べて、どっちの方が上なのか答えを出していきましょう。互いの成績はこちら。勝ってる指標、負けてる指標をこれまた色別に分けてみましたところ、一目瞭然、負けてる部分の方が多いというか負けてるものしかない。僕の選手が勝っているのは試合数、それもわずか1試合の出場試合数の違いですね。で三塁なんかしても1本差で、まあチャンスの強さっていうのは数字上かなり大きく差が出てます。僕の選手は3割4分3厘打ってて、ワンは2割9分2厘ですからね。なので打率とか安打の差はねたくさんあるんですけど、打点の部分では104打点と全く同じになったの。まあそこのね、部分で勝ててるっていうことはいいことではあるんですけど、じゃあそれ以外の部分で見ていくとどうだ。テーマでもある打率から3割2分6厘と3割6分と大きな違いがあり、またパワーの部分ですら2塁打、また本塁打の部分でも差があって、塁打数で見ていくと大きな差が広がっていますよね。でそれがまあ出塁率、長打率、そして OPS にもつながっている。全てにおいてパーフェクトに負けてるやつのことをなんて呼ぶか知っている？負け犬っていうの。ですから答えはもう出てるも同然。すぐさま結果発表といきましょう。実況77回目の今回、ワンボーロンと対決してみた、その結果は、今回は完敗だ。誰がどう見ても対決の勝敗というのは分かりやすく出てると思いますのでね、今回の動画はこれにて終わりにしたいと思います。いや負けた以上はね、リベンジの機会というのは必ず作りたいと思います。このワンに関してはですね、また近いうち対決する予定です。その時はですね、今回は1回きりでしたけど、ペナントで3回くらい回してね、出た通算成績っていうのを比較すると、まあより大きな差が出るだろうし、まあその時はもっといい選手を作りたいと思いますのでね、その時の対決にまた期待してください。今度こそ勝つからね。そして、このワンが来季から日本球界にやってきてどのような成績を残すのか、まあ、先ほども言った通りまだまだ気が早い話ではあるんですけどね、そういう部分もぜひ皆さんも今後注目してみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回実況78回目はよりヤバい選手を作る予定、お楽しみに。グググググ、バイマターボー。